三宝館は、未完化の柑橘類の一つ。三宝館とも言う。また春の季語にも用いられる。和歌山県の特産品である。和歌山県湯浅町、須原地区で、主に生産され、須原美穂館と呼ばれている。果実の形状としては、だるま型でデコポンに似て、家庭の部分が膨らんでいる。果皮は柔らかくて剥きやすいが、かなり厚く果肉は少なく、種が非常に多い。 果肉の色は濃黄色で果汁が多く爽やかな味わいであるものの素上がりになりやすい。夏みかんが出回る季節の前の果物として重宝された時代があり、最盛期の昭和40年代は須原地区で2000トン以上生産されていた。2010年現在では150トン程度である。和歌山県全体の収穫量は2010年で763トンであり、 日本全体の98.5%を占めている。長野県名家、ミスズアメの六種の味の一つとして、長らく用いられている。江戸時代文政年間に、和歌山藩士、野中溜目の助の邸内にあった木が原木とされる。非常に珍しかったので藩主の徳川春富港に、献上したところ、美保館の名称をつけて、藩外移出禁止を命じ、一般人の植栽を許可しなかった。 名前の由来は、その珍しさゆえに三方に乗せて、和歌山城の殿様に献上されていたことからと言われている。学名は、によるが、現在一般には分類学上の神聖の種だとは、認められない傾向にあり、親株の明確でない後輩種とみなされる。ありがとうございます。